だからね、それはあんまり気にしてないけど、そこはあんま関係ないかなと思ってるけど、身内での馴れ合いはダメって言うんじゃなくて、優先順位をつけなさいっていうことだと思う。要は和道はロム線でも囲いでもなんでも、そのあんま、なんつうの、情が深すぎるっていうか、だからそうじゃなくて適当に打ってくれてる人、もう適当でもアンチでも何でもいいから、ゴミみたいなコメントでもクソみたいなコメントでもいいから、気に障るコメントでもいい、何でもいいから、コメント打つやつをとにかく大事にし始めたら勝てるって、もうただそれだけだっていう、コメント打つやつは宝だぐらいに思えっていう、で拾いまくれと、で育てろと、もうそういうコメント打つやつをとにかく10人いつかせたらお前は勝てると。周り巻き込んで利用する臨機応変は処世術。劇団だからね、米拾わないとみんな逃げていくからね。そうだね、あの事件をリアルタイムで知ってるわしからすれば、あれは和道が調子に乗ってた。え、なんで、ね、あの時期っていうのはロハコ事件のこと？ロハコ事件のこと？ああ、もう的確だなと思ったね。すごい。だから、コメントを打つメンバーを、もう本当に、そいつらがいないと先にはいけないぐらいに腹くくった方がいいなと思ったね。その、ロム線を、ロム線はもういないものと考えろっていうのはちょっと、異論はあるけど、ロム線は相手にしないっていうか、もう いるのといないのと一緒だって思えぐらいはちょっと言い過ぎかなとは思うけど、ただ、そのコメントを打ってくれる人に重点を置くっていうのは、マジで的確なアドバイスだと思ったよ。ニコ生でやるんならね。で、配信サイトどこ行ってもその理論は変わらないって言ってたよ、でも。ツイキャスでも、FC2 でも、どこでも多分この理論は変わらないって言ってた。そういう風に言ってたよ。ほらまた米が減る。ほらまたって、じゃあどうすりゃいいんだよ。なんだよ、ほらまたって。何にも変えてねえよ。ほらまた米が減るってなんだよ。なんで、俺が原因か今の。何が原因だった、ほらって。どこだよ。お前のは、とばっちりだ。それ言いたいだけでしょ、米減ってるよって。それって今までやってたのは、見失ってたっていう。いうか、分かってなかったね、それは。とにかく人が来てもらいたいと思ってた。お前が突っ走って喋りが長いから。違うわ、コメントが来るまで尺を引っ張ってんだよ、俺は。バカ。俺がお前のコメント待ちだよ。早く合いの手入れてくれっていう合図だろうが。でじゃねえよ。正直お前はいじりづらいんだよ。それはあるだろうね。いじられんの嫌いだからな、俺がね。頑張って拾ってるよ、さっきから。でも、その、コメント打ちやすい間を作るみたいなのは大事だよね。ここ、そろそろコメント打っていいのかな、みたいな。抑揚っつうの。相の手しやすい論調、そうなんだよね。俺が語り口調だよね。絶対それあるでしょ。コメント打ちたくても打てないのって、俺が語り口調だから、どこのタイミングで突っ込んでいいか分かんないんだよ。多分それある。だから俺の喋り方が下手なんだよ。セミナー形式っていうか、一人語りが多すぎるんだよね。ラジオにはいいのは、だから向いてないってことなんだよ、配信は。だったらラジオパーソナリティやれよって話でしょ。ポッドキャスト行けって話だよ。ポッドキャスト行こうかな。突っ走ると間がないんで、そうだよね。楽しくなっちゃうんだよね、自分の喋りに。それはある。配信者、よく言うのが、素人の人、まあ、例えば、レクチとか、たくみさんとか、まあ、彼女もそうなんだけど、ここに座るというのが、30分の枠で、終わった瞬間にみんな、はぁ、疲れますね。ってみんな言う。配信やった人、ないこと、人はわからないんだよ。こんなに疲れるのって。30分でね、精神的疲労がドッとくるから。まあ楽しかったらいいよね。お前が喋り出したら俺がその他の作業が渋る。
だよな。会話の切れ目を作るところはリアル社会でも、あのね、リアル社会では俺は全然作るの、会話の切れ目は。っていうのも、俺がアスペルガーなのが原因で、あの、相手の目がわかる、わからないじゃん。いや、空気を読みづらいのよ。なんかね、イメージをすることが下手なのね。相手の状況とかを、環境とかをイメージするのが下手なの。あの、あれだから、結局、喋ってないと間が怖いんだよ。だから、そこはでも、あ、こういう理論なんだっていう風に頭で入ったから、あの、対策は打ちやすくはなった。はかどるか。はかどる。あのね、アスペルガーで実は4種類あって、みどりさんは典型的なアスペルガーなんだけど、俺ちょっとタイプが違うの。だから、みんながアスペっぽくないアスペなんですよ。うん、だからね、喋り倒せるようなサイトとかだったら向いてるかもしれない。アスペって実はね、4タイプあるんだよ。1タイプじゃないんだよ。空気を読むって昔の人は上手かったのかな。っていうか、日本人は先天的に得意だと思うよ。同一民族、同一言語だから。単一民族っていうの。なんか同じ肌の色だし、同じ風習だし、同じ飯食ってるから。言葉数少なくてもやってけんだよ。うん、4タイプっていう風に言われた。ガチアンチコメも一応読むけど短く拾って、あ、的確。的確。俺がそうしようと思ったの、それ。うん、一応声には出すけど、これマリニアン方式なんだけど、一応アンチコメを小声で読む。拾わないっていうのは次のコメ拾ってもらい、書いてくれないから、読みたくないんだけど小声でそっと読む。で、次の話題行くっていう。読むだけ読むっていう。うん、マリニアン上手いんだよ、それ。ブスニャンっていうかさーって言って次の話で行くの。あの、ポロッと拾うっていう。これね、みどりさんのスタイルだよな。元は。読むだけ読むっていう。そこに対してコメント、反感買うからコメントしないっていう。空気を読むからこそ方便とかで他者の人間に読ませないように。あ、どうなんだろうね。方言は多分鉛と、なんか使っていくうちになんかギャル語とかと一緒だと思うけど。うん、話題に出すけど、長さを決めて拾うって。難しいんだよね。でもそこは絶対覚えていかないとダメだよな。何それ、いっちゃんのケツ丸出し動画見てないみたいな。それバンになんじゃないの。そんな事件起こったの。いっちゃん最近飛ばしてるよね。あ、そう、うなはそこはうまいんだよ。うなはそこがだからプロなんだよ。あれは真似できないよ。要は、だってさ、おい、筑前煮によ、里芋入れるバカどこにいんだよ。っていうワードを30分話せるんだよ。筑前煮に里芋入れるか入れないかで30分これを繰り返して笑い取れるんだよ。プロでしょ。あんなのは無理。あの、うなと比べるのは絶対ダメ。うなは参考にならない。マリニャンうまいよ。うなはだから、うなも天才型だから、実はトークスキルって言われてるけど、あれ天才型だよ。理論で真似できないよ、あれ。うん。切り忘れてケツ丸出しの動画？あ、そうなんだ。掲示板に貼っといてよ、URL。うなもアスペなんだよね、実は。うん。意外とそれ言ってる人少ない。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。
やめ